はい、ありがとうございます。そうですね、まず勝ったのがすごく大きい戦いですので、まあ内容よりも結果がついたというのがすごく良かったなとは思います。その中でも、まあ、守備でのハードワークがすることがかなり大事になるであろうって考えていて、特に相手の10番の田村選手だったり5番の菅野選手っていうのに対しては、うちはかなりハードに行くっていうのは徹底してやれていたので、まあ、途中ちょっと怖いシーンもありましたけど、そこをどんだけ、自由にさせないかっていうのは重要なことでしたし、それがうまくいったのかなと思います。で、攻撃のところでも、今年吉岡が取り組んでいる部分がうまく出ていたので、そういったところでもすごく結果がむちゃくちゃ大事だったんですけど、内野のところもすごく上がってきているので、そういうところも自信に変えて今後やっていきたいなと思います。以上です。守備の面では危なげない、守備っていうのが見られたかと思います。で、前半終盤間際に得点を取れた、ここに関して、監督はどう評価されますか？そうですね、ルイス中心に結構いい形ができていて、相手のセンターバック2枚もかなり嫌がってたんじゃないかなと思います。で、その中でも右のリフトと、左の宇高がこう相手の背後をついてどんどん仕掛けていくっていういいシーンがあったので、時間が経てばいつか崩れるんじゃないかなっていうのは肌感覚ですけどもあったので、それが、まあ、先週ちょうど前半のロスタイムに失点してしまったっていうのがあったので、中の選手たちもここ繰り返すなよっていう声が出てたので、それが逆に得点につながってよかったんじゃないかなと思います。最高の形で折り返してたので、そこは良かったかなと思います。攻めながら守り抜いたというような印象でしょうか？まあ、1-0 なんで勝ち切ってそういう形に見えるかもしれないですけど、逆にビアティンさんの中盤の運びっていうのがすごく良くて、それこそサイドの守備でうちが駆けに行ってもそれをかいくぐるサイドのこの循環というか、そういうところが相手がすごく上回ったんじゃないかなと思います。ただ最後のところで長いと、持って一周、この最後のトライアングルプラスその前をこう走り回る3歩がすごく効いていたので、サイドがやられても最終的にゴール前の真ん中がすごく硬い状況が続いていたので、そういったところがもしかしたら守り切ったというか、そういうシーンが多かったのでそう見えたかもしれないですけど、後半はよく守ったかなと思いますね。その後半は、福本選手を投入しました。福本選手が入ったことによってどのような効果が得られたと思いますか？まず合流から日が浅い中で、今日のゲームなんですけど、ちょっとバテたんかなと思って終わってから喋ったんですけど、そういうわけじゃなく、彼らしい抜け出しとか、1回ビッグチャンスも作りましたし、もちろんそこ決め切らないとダメっていうのはありますけど、すごく受けることもできるし抜けることもできるし、両足のシュートがあるし、そもそもシュート意識が強いので、すごくいい選手だと思います。首位で、中段に入れることができました。その点について監督はどう思われますか？そうですね、首位っていうのも大事なんですけど、目の前の試合を勝つっていうのが選手も多分言ったと思うんですけど、目の前がすごく大事ですね。そういった意味でも、ここ花園でしっかり勝ち切ることができたっていうのがすごく大きいかなと思います。その間に取り組みたいことは何でしょうか？今出れてない組のレベルアップです。最後に、しばらく中断しますが、ファン・サポーターの方へメッセージをお願いします。はい、しばらくリーグがなく空いてしまいますし、中断日が確かアウェーのコーチですので、またホームでやるのがちょっと遠ざかりますけど、しっかり、いいコンディションでまた皆さんの前に出てきたいと思いますので、応援のほどよろしくお願いします。ありがとうございます。僕の方から以上です。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。まずは今日の試合を振り返ってください。ここ2連勝できてて、この今日の試合っていうのはやっぱチームとしても3連勝かけた試合だったんで、この試合にかけるって思う、かけてる思いっていうのはチーム一丸となってやっぱ強かったんで、それが結果に出たと思います。今その左サイドで活躍できてるっていうことをご自分はどのように思われていますか？自分はもともと前の選手だったので、今そこのポジションをやらせていただいてて、シーズン最初は B サイドバックもやらせてもらってたんですけど、どっちで出てもチームに貢献、勝利に貢献するっていうのを第一に考えて
やってるのが今はいい方向に出てると思います。左サイドの後に右サイドにそのまま右サイドバックに入れるというところも、宇高選手の強みかと思いますが、そのあたりはどのように自分で思われていますか。やっぱり左で出ても右で出てもどっちのポジションをやっても自分の持っている力を 100% 出せるように常に練習からはどっちも心がけています。今日はその左サイドでの、ルイス選手へのアシストという形で、現れました。そのシーンを振り返ってください。あそこでこぼれてきて自分で打とうかなとは思ったんですけど、横でルイスが結構呼んでたんで、冷静に横に出せたのは良かったなと思います。ご自分で決めようというのはどれくらい思われましたか。いやもう本当にあそこゴール前だったんで、もう思い切って打とうかなと思ったんですけど、ちょっと確実な方を選びました。今後宇高選手どのようなプレーを見せてくれますでしょうか。やっぱり自分はアシストもそうですけど、やっぱ得点のところっていうのがやっぱ決めたいっていうのは強い思いがあるんで、アシストだけじゃなくて得点にも絡んでいけるように今後は頑張っていきたいと思います。今日の試合勝つことができて暫定ですが首位になりました。その素直なお気持ちをお聞かせください。やっぱり首位に立ったんですけど、下の順位まで結構団子状態なので、本当に1試合で順位が大きく変わることもあるので、この1試合1試合をやっぱ引き分けとか負けじゃなくて勝ちにつなげていくのは大事だと思うので、引き続き引き締めて頑張りたいと思います。これからしばらく中断期間に入ります。この期間に宇高選手が取り組みたいことなどありますでしょうか。やっぱりここの夏の暑さを超えて冬にかけていく中で、やっぱり走り勝つっていうのが自分の中でも特徴の一つでもありますし、そこの部分でコンディションを落とさずに冬にかけてどんどん走れる体を作っていきたいと思います。ありがとうございます。最後に、しばらく中断期間になりますが、ファン、サポーターの方へメッセージをお願いします。本日も暑い中応援、たくさんの応援していただきありがとうございました。この中断明けて冬にかけていくシーズンでもまだまだ続くんですけど、やっぱりファン、サポーターの方々の応援というのは本当に力になっているので、引き続き応援の方よろしくお願いします。はい、僕のチームに、入ってまだ、数日しか経っていない中ではあるんですけども、 FC 大阪というチームはどのようなチームだと感じられますか。そうですね、まず一番に感じたのは本当にチームメイトの仲がいいということもありますし、全員が同じ方向に向かって、チーム一丸となって J3 目指しているなという感じが、強く伝わりました。プレースタイルというのはどのように感じられましたでしょうか。縦に速いサッカーというのが一番最初に感じたことで、少しロングボールが多めになったりとかしますけど、しっかり勝つサッカーをしているなというのが一番感じました。そんな中、今日の試合で、いきなりサブですけどもメンバーに選ばれました。どのような思いで試合を、観戦していましたでしょうか。そうですね、ベンチからは、相手がどのようなシステムでいるとか、相手のセンターバックがどのような特徴だとかっていう、視点で見てましたし、あとは、FC 大阪のボランチの選手が、どのような持ち方で、裏を狙っているのかとか、自分が出たときにどのような引き出し方をするかというふうに考えながら見てました。出場するときに監督やコーチからどのような声をかけられましたか。まずは自分の持ち出しの、裏への抜け出しというところをまずやるというところと、あとは守備のところでのスイッチを入れるというところを言われて出たんですけど、そこのところは今後もっと質を高めていかなきゃいけないなというふうに感じました。自身のプレーというのはどのようにご自分で評価されますか。そうですね、1-0 で勝ってる時間帯で出たので、多少ロングボールが多い中での出場だったんですけど、そこでもっと起点を作ってファールなくボールキープできればよかったんですけど、審判の基準というところも含めて、もっと、順応できたらよかったのかなというふうに思います。今後 FC 大阪で福本選手はどのようなプレーを見せていただけますでしょうか。まずはゴールに向かう姿勢だったり、シュートの本数だったりを、チームで一番増やして、その中でしっかりゴールを奪えていけたらいいのかなというふうに思います。この中断期間にチームの中で福本選手がされようと思うことはありますでしょうか。まずは自分のプレースタイルというところをもっとみんなに理解してもらうっていうところと、あとは自分がみんなの特徴を理解して、
まあ、お互いの良さを引き出していければいいのかなというふうに思います。最後に、ファンサポーターの方へ、ご挨拶 と、メッセージを一言お願いします。まあ、途中から加入した、福本智也です。まあ、しっかり、まあ、自分の特徴の裏への抜け出しからのシュートっていうところで、結果を出してチームに貢献できるようにするので、これからも応援よろしくお願いします。で、今日の、ゴールはルイス選手にどのような意味を持っているでしょうか。Significado de muito trabalho, de muita luta, de persistência, de superação pelos jogos que eu fiquei de fora, né? Pude trabalhar mais e sabia que essa oportunidade ia aparecer. Por isso que eu trabalhei forte, concentrado, não desanimei em momento nenhum. E o resultado apareceu. まあ、長いことちょっと試合出れなくて、まあ、諦めずに毎日試合出るために、練習してて、まあ、今日はその成果が出せて本当に、嬉しく思います。で、その待望のゴールのシーンを振り返ってください。Foi uma jogada da minha característica, que é ganhar aquela bola de cabeça, o Uta, usar a velocidade dele também. O passe dele foi muito importante, minha movimentação também. A equipe inteira está de parabéns. Foi gol coletivo, isso mostra a força da nossa equipe. Vamos continuar trabalhando e os resultados positivos continuar vindo e a gente chegar na J League e ser campeão também. Eu quero muito ser campeão. まあ、Uta がの、センターリングからのシュートで、こぼれ球を、ゴールしたんですけど、まあ、紅白戦とか練習とかでもそういう形が出てたので、今日はその形が出せて本当に良かったです。今日はいつものルイス選手の強振ではなく優しく、狙ったシュートのように感じられましたが、いかがですか。Porque eu acho que seu chute forte ali deu um... Ah, foi muito rápida a jogada. Eu podia ali só dar um toquinho. Gol de centroavante. Tem momento que eu vou precisar chutar forte, tem momento que eu vou precisar chutar fraco. É uma percepção do jogador, né? E ali eu sabia que era só para me dar um toquinho, que o goleiro não ia chegar. まあ、いつものように強く蹴っても、距離はちょっと外したらちょっとダメなので、落ち着いて、ゆっくり狙って決めることができてよかったです。シュート、ゴールを決めた後、キツイ選手に、ところに走っていって抱きついたのが印象的だったんですけど、あれにはどのような意味があったんでしょうか。Ah, o Takahiro é uma pessoa muito especial, é um irmão para mim, gosto muito dele. Sempre quando ele joga eu fico feliz, sempre quando ele...Quando ele joga, eu também fico feliz. Quando a gente joga junto, a felicidade é dupla. E ele não pôde estar presente nesse jogo, mas eu pude suprir o papel dele ali, porque ele se doa pelo time, né? Joga com o coração e o mínimo que eu tenho que fazer é isso, é ser igual a ele. Takahiro とは、まあ、いつも一緒に、試合出た時も助けてくれるし、まあ、すごいいいやつなんで、で、まあ、今回その、試合出れなくて、まあ、それでちょっと感謝の気持ちというか、いつもチームのためにやってくれているので、まあ、それでちょっと Takahiroに、挨拶するか、喜びを分かち合いました。FC 大阪に、貢献していただくことを、メッセージとして、ファン、サポーターにお願いします。A gente vai trabalhar muito. Essa parada vai ser importante para a gente poder...ali acertar os mínimos detalhes possíveis que a gente tem para poder conseguir sair vitorioso das partidas, para a gente não tomar gol, para a gente continuar fazendo o trabalho que a gente tem. O campeonato vai parar, mas a gente não vai, a gente vai treinar muito e vai voltar com muita força para buscar esse objetivo. まあ、試合は1ヶ月ありますけども、まあ、彼も含めチームとしては活動を続けるので、まあ、勝つために、まあ、J リーグに上がるために準備して、次の試合に、向けて頑張りたいと思います。はい、僕の方からは以上です。ありがとうございました。ありがとうございます。